巨人勝ったけどヘルナンデス負傷か。悲しみの巨人ファン、エリー勝ったよ、見てるか。エリーの件で素直に喜べんな。終戦記念日になりかねんわ。沈黙の日曜日、ヘルナンデスの穴をどうするか。エリーの代わり浅野を超え、佐々木立岡好きなの選んでいいぞ。これで穴を浅野が埋めてくれたらすごい。浅野は誰と思うやん、佐々木だからな。若手使ってくれるならまだいいけどね。実際はセンター立岡だろうけど。夢浅野理想萩尾妥協、佐々木現実立岡。岡田上げて左右でお声と使い分けるかな。萩尾しかいない、萩尾上げてこい。まあ萩尾を超え佐々木あたりが全滅したら浅野でしょ。それくらいの優先順位。満を持してウレーニャ昇格へ。負傷交代の巨人ヘルナンデスは左手首骨折、浅野翔吾が昇格へ。浅野来るやん。浅野昇格か。浅野マジか、結構ギャンブルするな。浅野選んだか、正解だよ。浅野か、ヘルナンデスの代わりは到底無理だとしてもそろそろ一軍の場数不満とな。浅野翔吾頼むで、マジで。浅野か、頑張れ救世主になれ。浅野は今絶好調やしチャンスや。本来ならいない選手だったわけなんだから切り替えるしかない。浅野がここで活躍してくれれば最高だし。浅野ええやん、活躍してスター街道乗ってくれや。浅野はそんなに気負わずにやってほしい。負けても4番の大仏が打たないのが悪いくらいに。今こそ浅野みたいなベテランの力が必要やろ。